奈良県知事選では日本維新の会が擁立した元生駒市長の山下誠さんが7万票近い差をつけて勝利しました。何としても奈良県の政治を変えてほしい、これ本当に多かったと思います。必ず奈良県が変わったと後世の人から評価されるように全身全霊を尽くして私は知事として私の生涯を全うしたいと。維新が公認する候補が知事になるのは大阪以外で初めてのこと。その背景には奈良で起きた保守分裂がありました。今回は、私の力不足それ以上のものでございませんけれども、結果として出せなかったことにつきましてはまずはお詫びを申し上げたいと思います。支援者らに向けてこう頭を下げたのは自民県連の推薦を受けて立候補した元総務官僚の平木翔さんです。平木さんの後ろ盾は奈良県連会長の高市早苗大臣ですが、総務省の行政文書をめぐり国会対応に追われた高市大臣が選挙期間中に奈良入りしたのは投票日2日前の一度だけ。私は東京で毎日毎日忙しいけどでも分かります。ああこの人知事になったら奈良県今よりもっと良くなる、必ず逆転できる、そこまで相手の背中が見えてます。一日で巻き返せると力強く訴えましたが、山下さんとの差を埋めることはできませんでした。一方5選を目指した現職の新井正吾知事、自民県連の一部が自主支援するなどして奮闘しましたが、こちらも票を伸ばすことはできませんでした。この度の戦い、皆様方が誇らしく正々堂々と誠実に戦い抜いていただきましたこと、私にとりましては清々しい気持ちにさえなっております。共倒れした自民候補の漁夫の利を得ることになった山下さん、奈良県政史上初の民間出身のリーダーの誕生です。県政に新しい風を吹かしてほしい、そういった期待の声だと思いますので、その期待に応えられるように頑張りたいと思います。